石破総理大臣は自衛隊の発足70周年を記念する観閲式で訓示し、防衛力の抜本的な強化に向けた取り組みを進めていく考えを強調しました。我が国が戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に直面する中、国民の命と暮らしを守り抜くため、外交力と防衛力の両輪をバランスよく強化をいたしてまいります。石破総理はロシアや中国による相次ぐ領空侵犯について、日本の主権の重大な侵害で全く受け入れることはできないと非難しました。またアメリカの大統領選挙で勝利したトランプ氏とおととい電話会談を行ったことに触れ、日米同盟のさらなる強化に共に取り組んでいきたいと述べました。このほか自衛隊員の勤務環境や退職後の待遇をめぐる改善案を年内にまとめ、来年度予算案に盛り込む方針を改めて示しました。